はい、ありがとうございます。先ほどまでは中川さんの海外とか協力隊に入る前、なんで国際協力とかに興味を持ったかみたいなところをお伺いしたんですけど、この動画では協力隊でホンジュラスで何をしてきたのかっていうところをお伺いしようかなと思ってまして、実際気候とかって住みやすいですか？ホンジュラスの国の中って標高の違いが結構あって、はいはいはい、海抜ゼロの地域もあって、もう灼熱の太平洋側の方があって、はい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 、たんですけど、でも、はい、首都とかそれから私のいたところとかは標高が900とか1000ちょっととかっていうところもあって、そういうところは日中はまあ日が出て暖かいけど、うんうん、夜になるとキンキンに冷えて、そう、ね、そう、冬の季節っていうんですか、はい、まあ、本当に外気温より寒い中で寝るとか、やばやばそうなんですね。結構やばかったですね。え、実際じゃあ助産師としてホンジュラスにいらっしゃったわけじゃないですか、はい、養成内容はどんな感じだったんですか？養成は町の中の公立の保健所、うん、保健所って言ってもやってることは日本の診療所みたいな診察とかなんですけど、に配属されて母子保健と言われることですね、はい、妊婦さんとかの健診の改善、それから地域の若年ですね、青少年たちへの性教育啓蒙とか、それから若年妊娠の改善だったかな、はいはいはい、そういったやつが含まれてました。あ、そうなんですね、うん、じゃあその母子保健の推進ですか？そうですね。あ、そうなんですね。ホンジュラスはあんまり発展してない時だったんですかね？どちらかというと中低所得国みたいなところなので、住んでた町自体はしょぼいコンビニみたいな小売店が何軒かあって、で、はい、穏やかな町だったんですよ。だけど首都まで行くとショッピングモールもあって、はい、大学病院とかもあるし、カフェとかレストランみたいなのもあって、それなりの暮らしができるけど、末端に行くと田舎、田舎ですし物価もめっちゃ安いみたいな、そうそう、そんな感じでした。そうなんですね。実際母子保険って何なんですか？母子保険ってなると、まず対象になるのが妊娠している女性とそのお腹の子供、はいはい、であとは生まれてきた赤ちゃん、ワクチンの接種受けてるぐらいまでの子供たちと、それから若年妊婦っていう枠に入りそうな年代の女の子たち、はい、あとは妊娠可能な女性全部になってくるんですけど、一番大事なのは母体死亡率って言われている、うん、分娩の時に命を落とす人がまだ高い国と地域がある。あ、それはお母さん側が亡くなっちゃうっていうリスクがあると。もう一つは5歳未満の子どもの死亡率とかで表されてるんですけど、子どもが5歳になるまでに死んじゃうっていうので、はい、そういった死亡率を下げるっていう課題があって。あ、そういうことか。で、特に妊婦さんに絞って母子保険っていうところになると、はい、安全な出産はそうなんですけど、それ以外にもちゃんと検診に来てもらって、施設で分娩をしてもらってとか、うんうん、あとはその若年妊婦、10代の若い女の子たちが妊娠しなくて、ちゃんとある程度体が成熟した時に妊娠してもらうようにするっていう課題が大きいですかね。なるほど。じゃあそういったものを推進していくにあたって、ホンジュラスってスペイン語だし、はい、まあ、言語も別に自分のバックグラウンドであるわけじゃないじゃないですか、うん、難しいことも多分いっぱいあったと思うんですけど、はい、推進していくにあたって一番難しかったなっていうところって聞いてもいいですか？これは、はい、自分の反省でしかないんですけど、はい、私が輪に入っていけなかった、そのコミュニティの、そう、コミュニティというか、あんまりこれをやりましたっていう活動が私は残っていない、しがない隊員だったんですけど、いや結構母子保健とかこういう課題に対しての介入って、はい、学校を回って授業をするとか、まあ、地域の女性とか地域の住人を巻き込んでの教育活動をするとか、あとは実際に配属されているところで自分が先頭に立って何かアクティビティを作り上げるみたいな人が多かったかなと、他の隊員さんだと多いかなと思うんですけど、私ちょっとそういうアピールとか積極的な参加っていうのができていなくて、で、実際にやっていたことっていうのが、当時 JICA のプロジェクトで入っていたものがあって、まあ、携帯エコーを地域に導入して持ち運びができるエコーって超音波の機械と合わせて赤ちゃんの蘇生法だったりとか、生まれた後のケアとか、それから妊婦健診来てもらうようなアプローチをしましょうっていうプロジェクトがやられてたんですけど、はい、その中の妊婦さんへのエコーがちょっとできたので、それを機械がうまく活用されてなかったりしたんですよね、なのでその機械の使い方を、まあ、現地の若いお医者さんたちに教えてあげるとか、そういった関わり方がメインで、地域の人に直接関わっていくようなアプローチができなくて、まあでもそれはそれで一つの活動ですけどね。ですかね、そう。だから別に必ずしもね、コミュニティに入って、じゃあそのコミュニティの人たちとワークショップやりましたみたいなのが必ずしも活動の成果ではないんでね。ありがとうございます。でもそれ、もともと使われてない状態を使ってもらえるように推進したっていう話ですもんね。研修のお手伝いしたりだったりとか、フォローアップみたいなのをやっていってて、そうなんですね。じゃあそういう活動をされてらっしゃったんですね、うん、ちなみにホンジュラスって危険な国ですか？危険ですか？はい、
え、危ないことありました？私自身はなかったんですけど、はい、特に首都のテグシガルパっていう町は JICA、はい、の規定だと歩いちゃダメだから。え、そうなんだ。そうなんですよ。タクシーを使って、はい、ドアトゥードアで行き先をちゃんと結びなさいっていう決まりがあって地方都市とかだと、はい、脅された人が他の隊員にいたりとか、うん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 、で私は一つ二つか一番怖いなっていうか、はい、違う国に来たなって思ったのは、はい、私の町とその首都をつないでる路線バスがあるんですけど、うんうんうん、そのバスの運転手さんが首都の、はい、バス停で撃ち殺されたっていうのがあって。え、なんで？多分みかじめ料みたいなのを納めてなくって、はいはい、っていうのが嬉しいです。あとは住んでた町の中でも一回10代の男の子が女の子を取り合ってヤバい人とその男の子が殺されちゃったっていう事件があって。やば。え、でも自分自身に何か起こったわけではない、はい、それはなかったんですけど。あ、よかったですね。じゃあ実際危ないところでの2年間の活動だったと思うんですけど、その2年間って中川さんにとって良かったですか？私にとっては、はい、行って良かったなと。具体的にどんなところ良かったですか？まずは長期間、はい、2年間という単位でそこの地に滞在することができたので、うん、生活者の視点でいろいろ経験したりとか物を見てくることができて良かったなと思って、うんうんうん、私は一応日本で看護師とか助産師っていう職業を経て行ったんですけど、はい、看護師としての業務の内容が違うこととかも分かったし、基本は一緒なんだけど、うん、この人たちはやってることとか理解の仕方が違うなみたいな、そういう技術の比較とかっていうのもできて、個人的にすごい勉強になって、であとは協力隊に行く前になんとなくぼんやりと協力隊の活動とか国際協力とか募集権とかっていうのを調べてぼんやりしていた途上国の実際の様子を体験できたっていうのはすごく貴重な経験だったなと。確かに、うん、なかなか途上国で2年間助産師として働くってないですよね。ないです。JICA海外協力隊以外だったらそれこそ本当に国境なき医師団とかに所属するとかだったら、うん、もしかしたらあるかもしれないですけど、なかなかないですもんね。なるほど。ちなみにスペイン語は結構話せるようになりました？2年間で伸び幅で言ったらすごかったです。本当にあの訓練所に怒られちゃうんですけど、はい、行く時は1から10までを数えるのがやっとで、うん、自己紹介をもう暗記して行ったぐらいしかできなかったんですけど、帰ってくる時は小学校5年生ぐらいの語学力だったと。やばあ、そうなんですね。ちょっと中途半端にちょっとだけ喋れるぞみたいな。あ、そうなんですね。じゃあその2年間を助産師として経験しました。でその後の進路っていうところもちょっと聞いてこの動画終わろうかなと思ってるんですけど、はい、協力隊終わった後どういう進路選択っていうのをされたんですか？帰ってきて当時知人の医師が団体をちょうど立ち上げるところだったんですね。はいはいはい、はい、なのでそちらへの短期的な活動に声をかけてもらって、うんうん、なのでなんか帰ってきてすぐまた就職して働くとかではなくって、仕事もしつつちょっと機会があったらアフリカ方面にお手伝いをさせてもらうっていうことをしながら。そうなんですね。え、じゃあ普通にもう一回仕事には戻ったんですか？そうですね、派遣の看護師、はいはいはいみたいな。あ、そういうことですね、はい、それに戻りつつ新しく団体を立ち上げるからそこのお手伝いもしつつみたいな感じだったんですね、はい、その団体のお名前とかも聞いてもいいですか？はい、NPO 法人の母と子の医療を世界に届ける会っていうところでつながっています、うんうん、それって略称とかあるんですか？は IGPC、うん、あ、そうなんですね、はい、ちなみにその団体の方とはどうやってお知り合いになられたんですか？もともと働いていた総合病院で一緒に働いていたお医者さんが、はい、そうなんだ、はい、じゃあその方も途上国との親和性はあったんですか？そうですね、もともとそういった地域での活動の経験がある先生で。へえ、なるほど、はい、じゃあ案外世間は狭いですね。いや本当に狭いなと思いましたし、なんか私すごくその例だけではなくて、はい、周りの人に恵まれてるとか、はい、そういう運があるなって当時は思っていました。なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっと次の動画では本題となる今じゃあその団体でどういうことをされてらっしゃるかっていうところと、具体的に途上国で仕事をされている難しさっていうところもお聞きしたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあこの動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。